ジョルジュ・オランスキは、フランスの漫画家、風刺漫画家。アラキリ、シャルリー・エブドウ、ルマニテ、パリマッチなど多くの新聞に風刺画を掲載し、また、シャルリー・エブドの編集長を務めた。2015年のシャルリー・エブド襲撃事件で、イスラム過激派に殺害された。ジョルジュ・オランスキは当時フランス領だった、チュニジアのチュニスで、イタリア系フランス人の母親ローラ・ウェム・バロンと、 ポーランド系ユダヤ人の父親ジークフリートをオランスキーの間に生まれた。1936年2歳の時に父親が元従業員に殺害され母親も病気がちだったため母方の祖父母に育てられた。第二次世界大戦直後の1945年にフランス本土に移住。すでに高校生の頃からレパトアッシュレバーという学校新聞を発行していた。 1961年にジャクリーヌ・サバと結婚。西を設けたが、ジャクリーヌは1966年に交通事故で死亡した。ボランスキは当初、フォントネスイコールボアの岐阜の織物会社に雇用されていたが、1958年に演芸雑誌、リュスティカの編集スタッフに加わった。風刺雑誌、アラキリの編集長、フランソワ・カバナに、 風刺画を送ったところ、1960年に同志に参加することになり、さらに1968年には、ジュルナルド・ユディマンシュに参加。ここで、作家、ジャーナリストのマリーズ・バシェールに出会い、結婚した。また、企業広告なども多数引き受けている。荒きり1960年以降、書論教授ことジョルジュ・ベルニエとフランソワ・カバナが、創刊した、荒きりに参加した。 過激派、フランス5月革命の間、死ねと共に過激派を創刊し、政治色の強い風刺画を発表。この新聞は短命だったが、これを機会に、以後、荒キリエブドにも、政治、社会批判を目的とした風刺画を描くようになった。フランスソワール、フランスソワールの社会批判のページに風刺画を掲載した。彼は、みんなと同じように社会を批判しただけでなく、 この新聞の経営者のことも批判した。結果、間もなく、この新聞を離れることになった。月刊シャルリー1970年から1981年まで月刊シャルリーの編集長を務めた。シャルリー・エブド・アラキリが発禁処分を受けた後、シャルリー・エブドに参加。ウォランスキの活躍部隊となり、ウォランスキ風のスタイルを確立し、ムッシュ。 私は報道の自由に賛成です。ただし、報道機関がこれを盾にとって好き勝手なことを言うのには賛成できません。無ュ、時事疑問に思うのですが、共産主義者を厄介払いするような男を相手に、わざわざ戦争をする必要があるのでしょうか。社会主義とは、大麻のようなものですね。それ自体は無害だとしても、共産主義のようなもっと強い薬物を求めるように、 なりますからなどの名言を生み出した。ルマニテ・ジョルジュ・ウォランスキの墓、ウォランスキのユーモア書きに、言った共産党の機関紙ルマニテの編集長ローラン・ルロアが、ウォランスキに、同志の公式風刺画家にならないかと提案し、思う存分、飛び跳ねていいと約束した。ウォランスキは、正直になるのは楽しいからとこれを引き受け、フランソはカバナをひどく失望させた。 これまでのトレードマークだった辛辣さは影を潜め、滑稽さを際立たせる風刺画を描くようになり、以後は、アラキリーやシャルリー・エブドにも同様の風刺画を掲載した。パリマッチ最後に、グラビア氏、パリマッチにも画を掲載するようになり、ジャンジャック・サンペ・フのノ画を描いている。1998年、全作品についてガット・ペリッヒ・ユーモア国際賞を受賞。年に、 全作品について、アングレーム国際漫画祭グランプリを受賞。同年、レジオンドヌール勲章を贈られた。2006年3月15日、ムハンマドの風刺画掲載事件に関わった風刺画家に敬意を表して、フランス文化通信賞及び、ルポワン紙の主催による風刺漫画のためのソワレが開催され、ジョルジュ・オランスキは、ルノード・ドヌ・ード・バーブル文化賞から、 風刺漫画の伝統を守り、かつ、これを促進するための使命を付与された。ボランスキーは2011年に、フランス国立図書館に、過去50年間の自作薬1000枚を寄贈していた。BNF は、翌2012年から妻マリーズ・ボランスキーの許可を得て、これらを電子化し、2019年、BNF の電子図書館が理科で、無料で閲覧できるようになった。ありがとうございます。